配管用フランジに施行したガスケットの模式図ガスケットとは構造に機密性、液密性を持たせるために用いる固定用シール材である固定用シール材に対し運動用シール材をパッキンと呼ぶガスケットは配管の継手や圧力容器のマンホールやバルブボンネットへ挟み込んで圧縮しその隙間を塞ぐと同時に流体の漏れまたは 外部からの異物の侵入を防止するものである。耐熱、耐圧力、耐薬品性、指向性、加工性、価格などの検知で様々な種類のものが使用される。ガスケットは、石油生成、石油化学、電力、製紙などの各種プラント、ビル設備、造船等の産業分野で、内部圧力や温度が低い流体には、軟質ガスケット、圧力、温度が高い流体には、 セミメタルメタルガスケットが使用されることが多い。従来、ガスケットとよ、ゴムオーリングゴムオーリング断面丸型のゴムリング製製品で、オーリングと呼ばれる。溝にはめ込んで最高25ンパまでの圧力をシールすることができる。小さな締め付け荷重で高いシール性が得られるメリットがあるが、継手面にゴムオーリングに合わせた溝加工を施さなければならない。ただし、 オーリングは運動する箇所のシール材に使用されることも多く、その場合の呼び名はガスケットではなくパッキンとなる。ゴムシートゴムシート厚さい点 0mm から 3.0mm のゴムシートを打ち抜いたガスケット。天然ゴムニトリルゴムクロロプレンゴムエチレンプロピレンゴムブッチリゴムシリコーンゴムフッソゴムパーフロロゴム等のゴム材質を耐久性、耐薬品性、耐熱、 機械的性質、ガスト化性等に応じて選定する。ゴム特有の弾性、緻密性から低締め付け面圧でも相手面に密着し、高いシール性が得られる特徴があるが、圧縮破壊面圧が低いため、構造上接触面積が小さく高い、締め付け面圧が付加される。平面座のフランジには風向きで、もっぱら接触面積が広い全面座のフランジに使用される。 ジョイントシートジョイントシートゴム、ポリアミド繊維、ガラス繊維、膨張黒煙などを均一に混合させた後、加熱ロールで加圧圧延した厚さ 0.4mm から 3.0mm のシートを打ち抜いたガスケット。過去には石綿を取材とする石綿ジョイントシートが広く使用された。石綿の使用禁止後はシール性能や耐熱温度の低下が見られるが価格が 安く加工や入手が容易なため代表的なガスケットとして依然使用されている厚さ1 5ト、mm、ル3 0ト、mm、ルのものが代表的厚さとして使用されることが多い。膨張黒煙シート、膨張黒煙シート、膨張黒煙を機材とするシートガスケット。補強材として中芯にステンレス鋼板を挟んだものが広く使用される。最高摂氏400度まで使用でき。 耐熱性、耐薬品性に優れているシートガスケットであるが、表面の膨張黒煙が柔らかく、中芯が硬いことから、加工が難しく傷つきやすいので、取り扱いは慎重に行わなければならない。トフシートトフシートトフのシートガスケット、トフのクリープ特性を改善させるため、充填剤をブレンドしたタイプが広く使用される。耐薬品性。 クリーン性に優れたガスケットでありシール性も高い。高温で軟化する塗布の特性から、高温での長期使用においては信頼性に欠ける。さらに温度変動、圧力変動等によりガスケット面への応力変動が繰り返し発生する場合はクリープを発生させやすい。塗布ジャケット型塗布ジャケット型ジョイントシートなどの中心材を塗布の薄皮で被覆したもの、中心材の柔軟性と、 ドフ薄皮の、耐薬品性、クリーン性を兼ね備えた、ガスケット渦巻き形ガスケット、渦巻き型ガスケット V 字型をした、金属薄板と軟質のフィラー材を交互に、重ね渦巻き状に巻き付けたガスケット。石油学会企画ではこのガスケットを推奨している。軟質ガスケットに比べ高温、高圧のシールが可能だが、高い締め付けメイン圧が必要になる。また、その構造から、 目の粗いセレーション加工等、接触面に凹凸があるフランジ等での使用が困難である。フィラー材は主にノンアスベストフィラー、膨張黒鉛フィラー、ドフフィラー、高温用複合フィラーの4種類があり、流体、通常摂取450度までの流体には、膨張黒鉛フィラーが主に使用される、メタルジャケットガスケットメタルジャケットガスケット無機質の中心クッション材を、 金属薄板で被覆したガスケット。被覆金属には銅やステンレスの薄板が用いられることが多い。表面が金属であるため浸透漏れがなく耐熱性が高い。軟質ガスケットに比べて高い締め付け面圧を要する。被覆金属に銅を用いたものは馴染み性が高く、フランジの接触面の状態に影響されにくい。ディーゼルエンジン、熱交換器。 熱風配管などに使用されている、缶プロファイルガスケット缶プロファイルガスケット特殊なの、小刃型状の溝を両面に、円周状に掘った金属リングの両面に、軟質の表層材貼り合わせたガスケット。まだ、日本国内における、使用実績は少ない、渦巻き形ガスケットと比べ、ハンドリング時ばらけの心配がない、内外輪の必要性がなく、コンパクトに設計できるといったメリットがある。 金属リングの劣化がなければ、表層材を張り替えることにより再利用が可能。主に機器のガスケットとして使用される。カムプロファイルの名称はドイツ語のコンプロファル、カムプロフィールに由来する。金属平型ガスケット金属板を打ち抜いたガスケット、銅やステンレス、アルミ等が用いられる。シール性を高めるために、高気消毒したものを用いることが多い。無酸素銅製のものは、 超高真空用に用いられる。メタル中空オーリングメタル中空オーリング金属の再管をオーリング状に成形したガスケット。溝にはめ込んで使用するが、厳しい溝寸法精度、表面粗さが求められる。高温高圧までシールでき、先シールであるため次手の軽量化が可能。一般的な配管に使用されることは少ない。リングジョイントリングジョイント金属材料を、 リング状に切削加工したガスケット。軟質材が使えない。高温、高圧下でのガスケットとして、フランジに掘られた溝に入れて使用される。また、浸透漏れが許されない高度なシールを要求される。時にも使用される。配管用として、JP7S23 に規定される。断面形状がオクタゴナル。オーバルのものが、主に使用される。試行にはすり合わせ。 溝とガスケットを擦り合わせ、密着するか確認する作業を行わなければならず、取り付けにはスキルを要する。エンジンでは、エンジンのシリンダーヘッドとシリンダーブロックの間や、エキゾーストマニホールドとマフラーの間に用いられる。また、エキゾーストマニホールドに装着される、大似センサーや、ガソリンエンジンの点火プラグには、断面が S 字状に形成される、メタルガスケットが多用される。 スバルサンバーなど特定の車種ではオイルパンのドレインプラグにワッシャーではなくプレス成形のメタルガスケットが使用されているため再利用は難しくガソリンスタンドや自動車用品店などスバルディーラー以外でのオイル交換ではあらかじめ新品のガスケットを用意しておく必要がある。ありがとうございます。